ってるともうタイヤが垂れてきちゃうし、何にもしてなくても滑ってるっていう。抑えるのが難しいですよね。そうですね。抑えるのが、うん、でも難しいと思いますもん、あえて。カウンターの合わせが早かったら滑り止まるんですかね。止まります。止まります。はい。じゃあいかにそのあれですね、感じるかですね。はい、もう流していく、こういうコントロールの練習は継続でまあやっていって、あとはもう一つは本当にこう抑える練習ですよね。流れていくコントロールっていうのはもう大体、まあ、サーキットだとこれぐらい できていくと、あのドリフトの大会出るわけじゃないんで損失ぐらいじゃないですか、やっぱりあとはブレーキングから進入をいかにこうやっていくかっていうところですよね。でもう本当にすごくブレーキからステアの入れ方も丁寧なんで、もうあとは精度だけですよね。もうアンダーを読み取る力というか、どこまで行けるかっていうのを自分で探りながら、こっから先っていうのはもうどこまで踏むかはまた違った部類じゃないですか。多分もうこの進入のこれ、ここが多分一番練習やりたいと思うんですよ。はい、そうですよね。ポイント出さずにこう向きを早めに変えていくっていう。前の荷重が大きいから、はい、ちょっとアクセル入れて、はい、ちょっと後ろに荷重かけて回りたいなって。あ、そうなんですよ、そうなんですよ、車の曲がってる姿勢ですよね。だからこう曲げるときはもうここで曲げてしまって、ここからはですよね、はい、で例えばブレーキをかけないでアクセルを踏みながらっていうと、多分限界が多分決まってくるので、あとはやっぱこう加速していっている方は多分速いじゃないですか、はい、だからここですよね。ブレーキからここまでどうするか、ちょっと違った練習になっちゃうの。多分こうふわーっ
っていって、わーっていくとずっと打が残るじゃないですか、その時アクセル入れると、もう絶対にあの流れる量が大きくなっちゃう、なので、その、もう一つはブレーキしながら、真ん中である程度もう切り終わってしまって、であとこう戻しながら行くと、割と踏めたりもするんで、どっちがいいかですよね。さっき言った、コーナリングしてる姿勢とかは、アクセルハーフで旋回していった方がいいと思うんですけど、もうちょっとこう、100R みたいな大きいコーナーは絶対そうですよね。ちょっともうコーナーがちっちゃくて短いので、ちょっとブレーキを残して曲げて踏むようなコーナーになっちゃうので、出口は絶対そうです。車の姿勢がとても大事になるので、まあでもここを攻めるしかないですね。そうですね。はい。ここだと思う。そうなんですよ。そうなんです。だから箱車乗っても、この前みたいにスリックのレーシングカー乗っても、結局やることは一緒なんで、どういう風に入っていって、どこまでブレーキ残したらこの車は曲がるんだとか、どういう風にすればこの車はアクセル踏むタイミングが大きくなるのかっていうのを読み取っていくだけなので、これで読み取っていければ、あと車が変わっても多分同じ作業なんで、いいと思う。もうすごく丁寧にブレーキから乗ってるので、あとはもう自分のこう引き出しを走りながら増やしていけば、もう OK だと思います。あとブレーキをどこまで詰めるかですよね、さっきまでね。はい、富士だったら、ね、まだ余ってるなと思ったらどこまでとか、やっぱり13コーナーとかもふわって入っていっても、やっぱこうアクセルを全部抜いちゃうと回っていっちゃうけど、ね、ちょっとアクセルハーフ使いながら、そういうことですよね。この前のレーシングカーでも、そうやって乗ってました。後ろのトラクション抜けちゃうんで、裏でも、やっぱりこうブレーキングで入ってくるんですけど、もうその後はなるべくアクセルこう入れるようにして、で、抜き方もパンって抜かないで、ゆっくり抜くようにしたりとか、あとタイムを詰めていくところはもうそういう作業になると思うので、進入だけですよね。ブレーキ今、富士とかでもまだ余ってるんですよ。余ってますよ。ああ、じゃあまだまだ。ものすごい、手前、250m ぐらいから踏んでますよ。だからもう、ものすごい余ってる。たぶん200ぐらいから。途中で力抜いちゃってる。200m からで止まりますよね、止まります。はい、ただ、昔はね、200から踏んでたんだけど、思いっきり踏んでたんで、ABS がキャッ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 と踏んでた。そんな状態で200から行ってる。今は250からしてるんですよ。だから200でもうまく踏めば、ちゃんと踏まると思うんですよね。多分、もう今運転したら多分行けちゃうんじゃないですか。と思うんですけどね。だから、ちょっとずつこう、連れて行って、行くといいですよね。あとは、リアウィングとかついてないんで、こう、進入して、リアのトラクションが抜けないところを見極めて、行くしかないですよね。そうですね。あとはもう、タイヤのグリップとの相談ですね。この前、袖ヶ森、3秒縮めたって新品だったんですよ、タイヤが。だから、いやでもね、ピンタイヤで3秒の恩恵はないですよ。ないです。あの1秒ぐらいあるかもしれないですけど、3秒はないです。ですか。だからもう、多分どんどん多分更新していくと思います、富士も。今、富士、何秒でしたっけ？今、6秒6だった。はい、でもそれはまあ5秒には入るかなと思ってるんですけどね。いやでももう結構いいタイムですよね。行くたびに上がってますよね。ね、走る条件があるじゃないですか、ウイングなしで、この条件でって言ったら、あとブレーキ詰めていったら結構いっぱいいっぱいになるかもしれない、いやすごいです。この前の袖森の2コーナーの大将は、さすがだと思う。怖かったですかね。いや、でも若干怖いですよ。怖かった。はい。はい。